おめでとう。財前誕生日おめでとう。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。なんやその微妙な顔は。サプライズの誕生日パーティーなんやで。もっと驚けや。強要すんのはどうかと思うけど。はあ。そう言われても気づいてましたし。ほんまに？千歳先輩、今朝からレストランの方に頻繁に行き来しとったでしょ。ああ、あれこっそり行ったはずばって。はあ。昨日は部長だけ自主練さっさと終わらせて外出しとりましたよね。その後大荷物抱えて帰ってきたやないですか。ドリンクの買いだめ、なんかに見えてくれとったらよかったんやけどな。やっぱ察してしまうか財前は。っていうか、てか逆になんでそれで気づいとらんと思っとるんですか。まあサプライズを考えてくれた気持ちはありがたく受け取っときます。いやそれが嬉しいよな、たとえバレてたとしても。なあなあ財前、財前この間のクッキー全部食べた？ああ、全部美味しくいただいたわ。プレゼントクッキーにしたのかな。うん、財前藩の誕生日にあげたクッキーの話やな。あれか、財前ちゃんの顔に似せて金太郎さんが丁寧に作っとった手作りか。金ちゃん、よかったな金ちゃん。あー金、うん、全部美味しく食べてくれたなんてわいめっちゃ嬉しいわ。ありがとうだな。あなあケンヤ、またワイにスピードテニス見せてや。もう話題が。ええで。わかったわかった、ほんなら先にコート行こうか。ん、なんや不思議そうな顔しとるやないの。ああ、実際なんか不思議な気分なんすわ。プレゼントにもらったクッキーを食べて俺の方が感謝されるやなんて。せやんな。祝った方も祝われた方も両方嬉しくなるやなんて幸せなことやな。幸せなことだ。そうかもしれへんですね。なんちゅうか悪くない気分っすわ。おはよう。これ気になってるって言ってたウォーターガンだよん。うん、俺と富士からはビーチボールとビーチサンダル。もう海で遊ぶ気満々やん。もも休みになったら海に出かけたいって言ってたしね。ありがとうございます。どれも後でちゃんと返します。返すの？あれ？どうして？もしかして気に入らなかったかな。え？どれも貸してくれるって話じゃないんすか。うん、なるほどな。どうやらお前は勘違いしているようだ。ママ？俺が誕生日プレゼントだって気づいてないだろう。あそういや今日俺の誕生日だったっすね。忘れてたのもわかるよ。毎日テニス三昧ですごく忙しいしね。おめでとう。だからこれは俺たちからのプレゼント、ももがもらっていいんだよ。誕生日おめでとうな。じゃあお言葉に甘えていただきます。祝ってもらってすげえ嬉しいっす。祝ってもらえてなかったら誕生日忘れてたんだもんな。越前、越前も今度の休みはちゃんと予定開けとけよ。みんなで海行くんか。はあ、分かってますって。てかその確認何度目っすか。それほど海に遊びに行くのが楽しみってことだよね。うん、
誕生日にたくさんビーチ用品もらったから早速海で使いたいという話だったな。そうそう、前にモモが海行きたいって言ってたのみんな覚えてたみたいだね。プレゼント被らなくてよかったな。みんなビーチ用品渡したわけじゃないよね。おいっす、面白もロイもいろいろもらったんで早く使いたくて仕方ないっすよ。そういえばビーチ用品の中にはないみたいだけど、カイドウは何か送ったの？カイドウ何あげたの？まあ誕生日っすから一応は。俺見ましたよ、パワーアンクルとパワーリストっすよね。ま、実用品ではあるのか。実用品っていうか、ま、トレーニングするにはいいよね。ほう、カイドウはあえてビーチ用品じゃないものを選んだのか。なんで、いや海に行きたがってたからビーチ用品プレゼントするっていうのはわかるんだけども、海でしか使えないものをプレゼント。そうか、あえてでもないんすけど、俺たちまだまだ鍛えねえとならないはずっすから。真面目だ。言えてるぜ。海にはこれも持っていくから、トレーニングにも付き合ってもらうぜカイドウ。あ、海行ってもトレーニングするんだ。ヌドリア、ヌドリア、お疲れ様。はい、タオル。サンキュー。ふう、ちょうどタオルを取りに行こうと思ってたから助かったよ。それは良かった。さて、そろそろ夕食の時間だよ。今日はこのくらいにして食事にしないかい？あれ？もうそんな時間だったのか。知らせに来てくれてありがとう、フジ。でもまだ少し時間があるし、俺はもうちょっと練習してから行くよ。それなら手伝おうか。ありがとう。でも本当に大丈夫、後で追いかけるから先に行っててくれ。そっか、わかった、ほどほどにね。うん。はあ、タカさんはああ言ったけど心配だな。通常練習に加えて最近は一人で遅くまで自主練習してるみたいだし、あの様子だと息抜きもできていないんじゃないかな。君たち結構息抜きしてるもんね。頑張るのはいいことだけど、根を詰めすぎるのは良くない。夕食後に少し話を聞いてみよう。へえ、それはおもろそうやな。せやろ。次の休みがちょうどイベント期間やから、白石たちと一緒に行くつもりなんや。どこに？ねえ、次の休み何かあるのかい？うん、港の方で日本全国031っていうイベントがあるんやて。へえ、行きたい。おう、47都道府県の名産品や特産品を使った屋台とかもたくさん出るらしいぜ。めっちゃ行きたい。名に名産品を渡そう。ダビデ、行こ行こ。二人は相変わらずだね。いいね。それにしても日本全国名産市か、なかなか楽しそうだね。楽しそうやろ。今同じ学校のやつらも誘って遊びに行くかって話してたところなんや。へえ、同じ学校か、みんな来そう。そんなこと言ったら。へえ、日本全国名産市か。場所が港ってことは名産品だけじゃなくて
いつもと違う景観も楽しめそうだな。そうだね。合宿所の周りは緑が多いから、いい気分転換にもなるんじゃないかな。おお。じゃあ早くみんなに予定を聞かないとだね。大勢で行った方が絶対楽しいし。少しいいか。話中にすまない。少しいいか。なんかオチ先輩出てきたのデカってなる。はい。どうしたんです？お前たち川村がどこにいるか知らないか。さっきトレーニングルームでハンドクリップを見つけたな。ハンドクリップじゃねえわ。うん。同じ時間に利用していたから忘れ物だと思って持ってきたんだ。優しい。ありがとう。わざわざ。ああ。それ川村先輩が前に使ってるの見たことあるっす。そういや。そういえばタカさんの姿練習後から見てないよね。まだ練習してんのかな。だよな。ああ。さっき夕食を取ってた時もレストランにはいなかったし。そうか。ありがとうございます。わざわざ届けてくれてありがとうございます。後で部屋に行こうと思っていたので代わりに渡しておきますね。ああ、よろしく頼む。そういや最近よく自主練してるっすよね、川村先輩。ああ、さっきまでトレーニングルームにもいたみたいだしな。へえ、高さ燃えてるね。俺も負けないようにしないと。タカさん、もう部屋に戻っているかな。フジ、お疲れ様。お疲れ様タカさん。タカさん、もしかしてさっきまで練習していたのかい。うん、夕食後に少しね。少しじゃないくないか。大丈夫タカさん。そっか。タカさん、これオチさんが届けてくれたよ。あ、俺のハンドグリップ。よかった、探してたんだ。ありがとう藤井。明日オチ先輩にもお礼を言わないと。ねえ、そのことなんだけど、実は明日港の方で日本全国名産市っていうイベントをやってるんだ。どうかな。さっき声楽のみんなで行こうって話をしてね。タカさんも一緒にどうかな。あー、明日か。みんなとなら絶対楽しいと思うけど。でももっと練習しないと。うわー、なんか根詰めてんな。大丈夫。あのさ、質のいい練習をするためには適度な息抜きも大切だと思うんだ。それにたまには気分を変えた方がその後の練習もメリハリがついていいんじゃないかな。そうだね。メリハリか。うん、わかった。俺も明日みんなと行くよ。おやすみ。それじゃあ起床後ロビーに集合で。明日楽しみにしてるよ。おやすみ。おやすみ。すごいで。おお、うまそうなもんがめっちゃあるな。見たことないもんもぎょうさんありそうや。うん、47都道府県の名産品と特産品が一堂に会しとる姿は圧巻や。ほんまや。せやな。あちこちで宣伝されてただけあって、会場の規模も人の入りもすごいわ。小春、ハグレンヨンにしっかり俺に捕まっとくんやで。ゆうくん、ゆうくん素敵。そんな言われたらもう何があっても絶対話せ。言うたな小春。あの二人今日も絶好調やな。あ、見てみ、向こうにめっちゃでっかい船あるで。会場でもらったパンフレットによると、船の前で写真撮影もできるそうや。あ、だからそうか、この話なんかクルージングの話かと思ってたの。ええやん。わい、みんなで写真撮りたいわ。キンちゃん、俺も同じこと言おうと思ってたところや。ほな、どっちが先に船に着くか勝負やで、金ちゃん。よっしゃ、負けへんで。なんかもうやっぱり剣矢っていつも走ってるよな。やったる。何話のスピード
スターの速さ見せとる。おい、他の人に迷惑かけんようにな。あーい、かわいい。あー、近くで見たらほんまにでっかいな。たこ焼き何個分くらいあんねやろ。そんな小さいもんで数えんでも何個分くらいやろな。みんな、これどや。お、帽子も貸し出してくれてるん。最高や。なんやその帽子、めっちゃええやん。せやろ、ここで写真撮るときに貸してもらえるんやって。まあ、ジャージとは会えへんけどな。ちゅうわけや。ちゅうわけでみんなの分も借りてきとるから、後で一緒に写真撮るで。おおきに。ほんま？おおきに。めっちゃ楽しみやわ。ええな。そんなサービスがあるとは知らんかったな。ケンヤのおかげで、ええ思い出が残せるわ。ケンヤ。みんなのとは別に、ピンの写真も欲しいな。ケンヤ、撮るから目線こっちに向けてや。任しとき。あ、いい写真。あら、汽笛ノートや。こういうの聞くと港に来てるって感じがしてええな。へえ。パンフレットによると、客船の汽笛音は超音祭3階で出航時のご機嫌ようの意味があるらしいで。へえ。おお、なんや、歓迎されとるみたいで嬉しなるな。なあなあ、この近くに船の博物館があるんやって。写真撮ったらわいそこ行きたい。ええで。おもろそうやな。港に来た雰囲気をもっと楽しめそうやし、俺も行ってみたいわ。せやな。それもええけど、名産市に来たのに肝心の名産品まだ一個も見とらんで、それ言おうと思ってた。白石、ほんならまだ時間もあるし、両方見に行ったらええんとちゃうか。え、でもさ、人多いんやったらなんか名産品なくなりそうじゃない？大丈夫？ああ、せやな、せっかく来たんやし、いろんなもん見るええ機会やと思うわ。ほんな、博物館の後に名産市に行きまひょか。逆の方がよくない？おお、すげえ賑わってるっすね。うん、47都道府県のあらゆる名産品と特産品が集まる大型イベントだからな。となると、これだけの規模と人だ、最大限楽しむためには効率よく回る必要があるだろう。あ、移動を始める前にある程度行きたい場所の目星をつけた方が良さそうだ。そうだね。あ、正確だ、正確だ。よう、アマネも来てたんだな。ああ、バネさんと一緒にな。他の学校のみんなや先輩たちともさっきそこで会ったぞ。へえ、それは会うのが楽しみだな。やっぱりみんな来てるんや。そういえば黒バネの姿が見えないけど、近くにいるのかい？ああ、バネさんとはさっきはぐれた。え、一緒に探そうか。いや、さっき連絡してこの辺りで待ち合わせになったから大丈夫だ。よかった。それじゃ、バネさんが待ってるからまた。それじゃ、俺らもそろそろどっか見に行きますか。よし、俺はエビカツバーガーが食べられるところがあるみたいなんで、そこ行ってきます。エビカツバーガーってどこの名産品？よし、それなら途中まで一緒に行こう。その近くに気になるコーナーがあるんだ。おいっす。いいっすね。じゃあ早速行きましょう。では、俺もあちらを見てくる。少し気になる店があったんだ。さて、タカさんはどこか行きたいコーナーはあるかい？おお、実はまだどこに行こうか決めかねてるんだ。いろいろありすぎて逆に迷うっていうか。それなら各地の海産物を集めたコーナーはどうかな。どうかな。都道府県ごとのコーナーとは別に、
テーマに合わせたものを各地から集めてるコーナーもあるみたいなんだ。うん。へえ、そんなところもあるのか。いいね、行ってみようよ。決まりだね。じゃあまずはそこを目指そう。へえ。定番のアジ、いやイワシから伊勢エビとかの珍しいものまで、いろんな乾物が揃ってる。ああ、あのアジの干物、油が乗ってて美味しそうだね。そうそう、アジは今が旬だからね。干物もいいけど、握り寿司で食べるのもおすすめだよ。あ、あっちのマイワシも旬だから寿司にして食べたら美味しいだろうな。ごめん、寿司ネタの魚を見たら熱い。いや全然構わないよ、僕も魚について知れたしね。それによかったら他の魚についてもいろいろ教えてもらいたいな。俺魚って言えないのかな。わかったよ。じゃあまずはあそこのアナゴからだね。バリバリー、ダビデ、お詫びにうまそうなソフトクリーム見つけたから買ってきたぜ。別にバネさんが悪いわけじゃないでしょ。おう、バネさんありがとう、いただきます。うん、なんか想像した味と違う。カッカッカッ、実はそれ醤油のソフトクリームなんだよ。なんかあるよな、食べたことないけど。あー、この近くにご当地アイスを集めたコーナーがあってよ、そこで千葉の醤油のソフトクリームを見つけたんだ。へえー、なるほど。それでバニラ味だと思って食べたら違う味だったのか。でも一応醤油の風味がするってだけなんじゃないの。俺はこれでうまい。それに今のはクイズみたいで面白かった。あ、じゃあ今からご当地アイスの味当てクイズでもやるか。楽しそう。ナイスな提案だバネさん、アイスだけに。なんだろうな、ダビデのダジャレってさ、もう五感だよね。かけてるとかそういうことじゃなくて、ダビデ韻踏んでるか踏んでないかみたいな感じになってない？このダビデがどこでもすぐダジャレ言いやがって、俺もうダビデのダジャレ聞いてたらもうダジャレの概念わからんくなってくんもん。バネさん、タンマアイスが落ちる、それはダメだ。おや、何やら賑やかですね。お、お前たち何をしている？どうも、俺たちこれからご当地アイスの味当てクイズをしないかって話してて。さっき醤油のソフトクリームを食べて面白かったからおすすめ。なかなか面白そうじゃねえか。うん、歩いて喉も渇きましたし、いいですね。好きにしろ、俺は好きなものを食べる、やりたけ勝手にやれ。皆さん、ではアイスの用意ができたので早速クイズを始めましょう。先輩方乗ってくれるんだ。よし、まずは俺が選んだやつからだ。当ててみやがれ。わかった、いただきます。うん、これはずんだ餅。ずんだ餅じゃねえわ、ずんだ味。正解だ。さあ、一発クリアですか。やりますね。では次は俺のアイスです、どうぞ。え、大丈夫だ、買ってきたやつだよね。うん、いただきます。和菓子っぽい、黒糖か。いや、路線としては悪くねえが外れだ。ヒントは調味料です。味噌だ。なるほど、調味料ということは味噌か。いいですね、正解です。終わったか、暇してたんだ、ごめんね。かしら、ああ、平等院が食べてるのは抹茶アイスか。まあ、食いたいもん食った方がいいわ。
いや、緑茶だ。緑茶、数種類の緑茶から好きなものが選べる。緑茶の種類とかわからん。なら、じゃあ次は緑茶のアイスでクイズだ。今度は俺が回答者になってやる。それなら、じゃあもう一度店に戻るか。楽しんでんじゃん、アジアテクイズ。へえ、さすがリンゴの名産地のコーナーだ。美味しそうなリンゴがたくさんあるね。ああ、パンフレットで見てずっと気になっていたから立ち寄れてよかったよ。いいリンゴがあったら母さんと姉さんに送ってあげたいな。あ、無事たちも来てたのか。あれ、おや、珍しい組み合わせだね。ああ、ここの入り口でたまたま会ってな、一緒に見ることにしたんだ。ダビデは。なるほどね。それでか。そういえば、さっきアマネと会った時、ムロバネとはぐれたって聞いたんだけど、ちゃんと会えたかい？そう、会ってアジアってクイズしてるはずだったのに、なんか高校生がやり始めてダビデどっか行ったんだ。おう、それなら。おい、みんな見てくれ、いいものを見つけた。すげえ、カニだ。な、カニ、ああ、まさか本物。本物でしょうよ。あ、違うわ、レプリカだ。このコーナー内なら自由に持ち運んでいいらしい。直にカニを持ち運ぶ。いやー、わかりにくい。たく、つまんねえこと言ってんじゃねえ。本物じゃなくて安心したよ。でもどうしてここにこんなものが。へえ、ホタテのレプリカが置いてあるテーブルに説明があるね。この地域はマグロやホタテ、チヂミとかの海産物も有名みたい。なるほど、それで置いてあるのか。いや、名産市とかだったら普通に本物のカニありそうだけどな。ああ、海産物のコーナーがこことは別にあるみたいだね。あ、じゃあそっちも見てみようぜ。おじいたちに送るのも良さそうだ。おじい元気かな。ありがとうございました。タカさん、よっと、お待たせ。タカさん、どんだけ買ったの。お、全然大丈夫って、すごい荷物じゃないか。おすすめって言われてたリンゴがすごく美味しそうで、つい買いすぎちゃった。おっと、重いだろう、半分持つよ。でも大丈夫、気にしないで。まあまあ、俺が持ちたいんだ。ほら、いい筋トレにもなるし。タカさんは本当に優しいね。ここにいる間くらいは練習のことを忘れてもいいのに。でもいつも一生懸命なところがすごくタカさんらしいや。それなら、じゃあ半分お願いしてもいいかい。うん、任せてよ。ありがとう、助かるよ。後で何かお礼したいな。何がいいだろう、何がいいだろう。カニ。いい香りだ。だね。この香りの正体は温泉街のコーナーの季節湯だったんだね。季節湯。ああ、今の季節は灯油で、日焼けとかの肌トラブルへの効果が期待できるんだって。へえー、桃浮かべんの。そうなんだ、季節湯を考えた人はすごいな。ジーズ、うわ、ちっちゃいのとおっきいのが。ウイジ先輩と川村先輩、ジーズ。お、あんたらも来とったんやね。はい、近くを歩いていたら湯気と香りが気になったので。考えることは同じやね。モーリー、浮かしたての温泉まんじゅうができたそうだぞ。ありがとうございます。ほんまですね。月さん、
ありがとうございます。へえ、パッケージ販売だけじゃなくて浮かしたてのものもを買ってすぐ食べられるんだせっかくだし僕らも買って食べようか。うん、そうだね。ほな、いただきます。はあ、あったかくて美味しいですね。あ、温泉水が使われた生地ももちもちしてる。温泉水使ってんの？あれ、越前何見てるの？ああ、温泉地のパンフレットっす。さっき温泉の素を買ったらもらえたんで。温泉の素買ったの？そういえばさっき温泉まんじゅうを買った時に僕らももらったね。ええー、ね、どれどれ。どこものんびりできそうでええところやんいつか行ってみたいわ。そうですね。あ、汽笛の音だ普段聞くことがないからかな。なんだか旅行に来た気分になるよ。富士。あ、ごめん。周りの景色もいつもと違うから余計にそう感じるのかもしれないね。ああ、確かに合宿所は森とか崖のイメージが強いし。でも近くにショッピングモールあるんでしょう。なんとかごまかせてよかった。タカさんへのお礼はさっき見つけたお店で買おう。Oh. あのキャラクターは侍みたいですね。え、よくわかりましたね。あのキャラクターは有名な剣豪がモチーフになっているんですよ。わお、剣豪かっこいいです。あ、えらい盛り上がっとるからお笑いのステージやと思うたのに、ゆるキャラのステージやったとはな。剣や、ゆるキャラ舐めたらあかんで。あかんで。どうや、大きなイベントには必ずおるし、バラエティにも引っ張りだこ。茶の間を笑顔にするエンターテイナーや。ええこと言うな。へえ、確かに俺の認識が間違ってたわ分かればええね。すごいです。ゆるキャラいろんなのがいます。そうで、47都道府県集まってんだからな。なぜですか？でも侍も忍者もいるのにどうしてゆるキャラって言うんですか？うん、どうしてってみんな見た目がゆるいからやろ。あ、ゆるい、ゆるい。でもちょっとゆるくせんとな、人間入るわけやし、ちょっと丸っこい可愛らしい感じにせんと。あかん、なんて言うていいか分からへん。うん、この場合は緊張感を感じさせないのんびりした雰囲気と言えばいいのではないでしょうか。せや、それがゆるいってやつや。なるほど、わかりましたせかせかしたけんやにはゆるキャラは務まらなさそうやな。それはそれでいいんじゃん。ゆるキャラやのに動きめちゃめちゃ俊敏なやつですね。確かにそうですね。どうなんやね。特になる気もないわ。おもろいやん。なんや、最後まで見たらゆるキャラステージもおもろかったな。せやな。なんや。で、ここは何のコーナーなんや。お前が行きたい言うたからついてきたけど。すごいで。よくぞ聞いてくれた。ここには学生の夢を叶えるめっちゃすごいもんがあんねん。なに？面白え。見ろオチ、蛇口をひねったらジュースが出てきたぜ。あかん、いきなりオチ潰されてもうた。ん？お前らもひねりに来たのか。ひねりにね。はい、それならこれを使え。アミコップだ。え、でも愛媛だっけ、なんかジュース出てくるよね。オレンジジュース、オレンジジュース、みかんジュース、空港とかでなんかあったはず。
どうも。助かります。遠野の分も持ってきたぞ。遠野先輩ひねっただけ、コップ持ってなかった、もったいな。お気が利くじゃねえか。この蛇口めっちゃ便利なんで、合宿所にも採用してもらいたいですわ。アトビーに言ったらなんとかなるんじゃない？そうだな、出資してもらってさ。そうなったら長蛇の列ができて飲めなくなるだろうな。でも最初のうちだけちゃう？なんかそれが当たり前になってきた。でも使うか、使うよな。お、確かに。タカさん、お待たせ。アイス買ってきたよ。はい、どうぞ。フジ、ありがとう。フジ、このアイスすごく綺麗な赤色だね。いちご、いやラズベリーかな。いや、それは唐辛子のアイスだよ。激辛ですごく美味しいんだって。美味しいの富士先輩だけじゃない？大丈夫？え？冗談だよ。それは僕の分。タカさんのはこっち。はい。よかった。一瞬本気にしちゃったよ。ごめんね。あんまり楽しいからついいたずらしたくなって。へえ。無事もそんな気持ちになるんだね。うん、変かな。ありがとう。うん、嬉しいよ。さあ、アイスが溶ける前に食べようか。いただきます。いただきます。うん、おいしい。さつまいもの優しい甘みを感じるよ。そっか、それはよかった。こっちもすごくおいしいよ。美味しいでしょうね、フズ先輩は。そっか、ほら、引いてんじゃん。ふう、今日はのんびりできていいな。うん、さっきまで人の多いところにいたし、のんびりは、のんびりではなかった気がするけど。それもそうだね。いや、なんていうか、今日みたいに、全く違う楽しいことをするのも時には大事なんだなって気づかされたよ。そうだね。最近のタクさんは特別に練習熱心だったからね。ああ、俺の周りはみんなすごいからさ、負けてられないと思って。まあそうなるよな、超人ばっかだもんな。タカさんだってすごいよ。でももし悩みがあるならいつでも話を聞くからね。それは心強いな。ありがとう。今日は誘ってくれて本当にありがとう。おかげでリフレッシュできたよ。やったね。そう思ってもらえたのなら誘った甲斐があったな。あ、その写真すごく綺麗だね。桜の後ろに滝が映ってる。へえ、本当だ。ええ、各地域の滝を集めて写真集なのか。なるほどね。同じ場所を4ヶ月おきに撮影してるから季節の移り変わりを感じられるってことだね。へえ、そういう写真集もあるんだ。面白いな。ダムとかあるくらいだからあるんじゃない、滝。お、大阪の写真集あるやんけ。ちょっと何寄り道してるんすか。通いこう言うたん剣屋さんですよ。あとちょっとくらいなら大丈夫や。いや、こんなところで奇遇だね。よう、お前らもおったんやな。さっき話してるのが聞こえたんだけど、気になるコーナーでもあるのかい？いや、俺らはもう帰るとこやね。ああ、夕食の時間に間に合わすなら先輩たちもぼちぼち駅に向かった方がええですよ。そっか、確かに帰りの電車の乗り継ぎを考えたら早めに動いた方が安心だね。もう
まだちょっと余裕あるから、そんなに急がすでも大丈夫やね。よかった。それならよかった。後でお土産を買いに行くつもりだったんだ。ありがとう。僕もそのつもりだったから助かったよ。教えてくれてありがとう。ほな。どういたしまして。目いっぱい楽しんでな。ほな、また合宿所で。どれだけの合宿所の人がここ来てるんやろ。なら、じゃあ俺たちも一旦別れようか。荷物いっぱいなってそうやもんな。そうだね。合宿所でまた会おう。確かこの辺りに、あ、ここだ。ああ、乾。あれ、おや、二人もここで買い物かい？たまたま通りかかっただけっす。あのさ、じゃあ二人にお願いしたいことがあるんだ。うん、お願い？今から僕が買うものをタカさんには内緒にしてお、いてほしいんだ。なるほど。そういえばここは有名な神社がある県のオーナーだったな。有名な神社。わかった。何も見なかったことにするよ。それなら俺も黙っておくっす。ありがとう。今度二人には何かしらでお礼させてもらうよ。黙ってただけで。一気だな、藤先輩。その日の夜。うわー、まあ練習してるよね、タカさんはね。いや、しっかり遊んだ分しっかり特訓するぜ。いいこと。バーニング腕壊しそう。ふう、お疲れ様。富士、こんな遅くにどうしたんだい？タカさんの様子を見に来たんだよ。最近毎日夜の自主練をしてるみたいだから。気づいてたのか。それに今日も名産市に誘っていなかったら一日自主練するつもりだったんじゃなかったのかい？それはその、でも練習は確かに大事だけど、頑張りすぎるのは良くないよ。ありがとう。心配してくれてありがとう、藤。やっぱり合宿に来てどんどん上手くなっていく周りを見てたら、このままじゃダメだって思ったんだ。だからテニスは中学までって自分に決めたんだから、悔いが残らないように自分にできることは全部やらないとって。いや、青春。そっか。それで毎日一人で頑張っていたんだね。ああ、それならタカさんの特訓に僕も協力させてよ。え？ああ、相談相手にも練習相手にもなるし、協力することできっと僕もタカさんもより強くなれるはずだ。タカさん、だから一人じゃなくて僕もタカさんと一緒に頑張らせてほしい。何それ？富士、これって、うん、一生祈願のお守りグッズなんだって。どうかな。リンゴを持ってくれたお礼とタカさんと一緒にこれから頑張ろうって思って、自分のもお揃いで買ってきたんだ。ありがとう。ありがとう、藤。大切にするよ。僕も大切にするね。任せて。明日朝一でまた練習するんだろ。自主練僕も付き合うよ。一緒に強くなろう。うん。うわー、青春だ。うわ、落ち先輩いる。なんで練習してたのかな。なんか引率の先生みたい。数日後。タカさん、アオレイクライター。
今日のところはこれで終わりやな。お疲れ。お疲れ様。今日は突然誘ったのに朝練付き合ってくれてありがとう。ダブルスのフォーメーションの確認もしたかったから助かったよ。ええで。全然ええで。俺も二人のおかげでええ仕事もろたしな。俺らは急増コンビでぎこちないとこもあったけど、藤たちはさすが息が劣るわ。劣るわって。ああ、いい勉強になった。いや、そう言ってもらえると自信出るよ。なあ、そういえば岡村、名産市に行った後くらいから調子良さそうやな。それは藤のおかげだよ。ここ数日練習に付き合ってもらってるんだ。その時いいアドバイスをくれるんだよ。いや、僕もタカさんと練習してアドバイスをもらっているし、お互い様だよ。なるほど。調子の良さの秘密は互いにアドバイスし合ってたからなのか。アドバイスもだけど、無事にもらったあれのおかげでもあるかな。ん？あれ？オチ先輩は知ってんねんな。おはようございます。オチ先輩、おはようございます。ありがとうございます。無事から聞きました。俺のハンドグリップを届けてくれたって。あの時はありがとうございました。戻ったなら、それでいい。オチ先輩、よかったら俺の練習相手になってもらえませんか。先輩、僕ともぜひお願いします。いいだろう。お前たちの練習の成果見せてみろ。オチ先輩優しいよな、面倒見よくて。はい。ええ、もちろんです。